マウ,マウナロア山、マウナロア山、マウナロア山、マウナロアは、ハワイ諸島にある、活火山であり、ハワイ島を形成する五つの火山のうちの一つである。マウナロアとは、ハワイ語で、長い山の意である。山頂には、モクアウェオウェオ、モクオウと呼ばれるカルデラがある。マウナロア山の体積は、約七万五千キロメートルであり、富士山は 1, キロメートル、地球で、 最も体積の大きい山でもある。マウナロア山は、有史以来30回を超える噴火が起こっており、1984年の3月から4月にかけて起こった噴火は、世界的にも有名である。マウナロアは、縦状火山であり、その体積は、およそ7万5千キロメートルと見積もられるが、その散歩は、隣のマウナケアより、約35メートル低い。 マウナロアから噴出する溶岩は、傾聴室に乏しく非常に粘度が低い。そのために被爆発的なハワイ型噴火になる傾向にあり、火山斜面の傾斜は極めてなだらかである。火山は少なくとも70万年間にわたって噴火していて、約40万年前に海水準より上に現れた。しかし、岩石の年代測定で知られている最古のものは、約20万年前である。 そのマグマはハワイホットスポットに由来し、このホットスポットは何千万年にもわたってハワイ列島を作る原因となってきた。太平洋プレートのゆっくりした動きはこの火山をホットスポットから最終的には引き離すため、火山は今から50万年から100万年以内に死火山となると考えられている。 マウナロアの直近の噴火は1984年3月24日から1984年4月15日にかけて起こった。最近の噴火による死者は出ていないが、1926年と1950年の噴火は複数の町を壊滅させた。そもそも、広の一部は19世紀後半からの溶岩流の上に構築されている。人口集中地に及ぼす。 危険性を考慮して、マウナロアは、世界でも危険性が高い火山の研究を奨励する、特定16火山プロジェクトの対象に、選定されている。マウナロアは1912年以来ハワイ火山、観測所、ハゴによって集中的にモニターされている。大気の観測は、マウナロア観測所で、太陽の観測は、マウナロア太陽観測所で行われていて、両方がその山頂近くに位置する。 ハワイ火山国立公園はこの火山の山頂と南東録をカバーし別の火山であるキラウエアを含むマウナロアを登った最初のヨーロッパ人の記録は1794年の博物学者アーチボルド・メンジーズ、アーチボード・メンジーズ、ジョゼフ・ベーカー大尉、当時ヨゼフ・ベーカーら4人によるものである。気圧計を用いてメンジーズはその標高を十五メートル以内の精度で 計算した。マウナロアは世界最大の縦状火山である。溶岩の粘土が低く極めて流動的なため、斜面がなだらかで縦を伏せたような形である。激しい噴火は稀で、ほとんどの場合で溶岩噴泉から溶岩流が供給されるハワイ型噴火が起こる。典型的な噴火では、はじめに数キロメートルに及ぶ割れ目加工が開き、それに沿って、 溶岩噴泉がいわゆる炎のカーテンとして出現する。通常では数日間で火山活動は一つの噴火口へと収束していく。噴火は一般的に山頂、北東に伸びる割れ目帯、南西に伸びる割れ目帯という三つの地域で起こる。過去200年間に起きた噴火の約38%は山頂で31%は 北東割れ目体で25%は南西割れ目体で起こった。残りの6%は割れ目体から離れた山頂の北西にある複数の河口で起こった。山頂カルデラはモクアウェオエオ、木王オオと呼ばれ、その直径は3から5キロメートルである。1000から1500年前、北東割れ目体からの非常に大規模な噴火により、山頂の下にあった浅いマグマ溜まりは空となり、 山頂が崩れてカルデラが形成されたと考えられている。地震データから火山活動の源であるマグマだまりの位置がわかる。地震波のうち S 波は液体状態の岩石中を進むことができないため、マグマだまりは S 波の伝達を遮る影として映る。影の位置から山頂の約3キロメートル下にマグマだまりがあり、さらに割れ目帯の下には 小さなマグマの塊があることが判明している。ハワイ島の上を東から西へ吹く貿易風とマウナロアがこの地域の気候に強い影響を持つ。低い標高では風上である火山の東側に激しい雨が降るため、広は米国で最も降水量の多い都市である。この降雨が広範囲の森林を潤している。風下にあたる西側ははるかに乾燥しており、 高い標高では、降水量は減る。非常に気温が低いため、降水の大半は雪である。このため、マウナロア山頂付近は、凍結と誘拐が、地質的に重要な役割を果たす、周辺が地域に分類される。マウナロアは70から100万年前に噴火を始め、それ以来現在まで着々と成長を続けてきた。マウナロアは、他のハワイ諸島の火山と同様に、 地球のマントル深部から上昇するプルームに起因するハワイホットスポットが作ったものである。太平洋プレートは年間10センチメートルの速度で移動していくが、ホットスポットの位置はマントル深部に対して固定されている。熱いマグマの上昇は火山を作り、マグマの上昇経路の上からプレートの移動によって火山が動かされる前に、個々の火山は数百万年にわたって噴火する。 ホットスポットは少なくとも8000万年にわたって存在し、数々の古い火山で構成される天皇宮まれつ。ハワイ列島はホットスポットから5 8 0 0トル近くも伸びている。現在、このホットスポットは、マウイ島のハレアから、ハワイ島のフアラライ、マウナロア及びキラウエア、そしてハワイ島の南に成長しつつある海底火山のロイヒ。 という五つの火山にマグマを供給している。マウナロアはこれら五つの中で最大のものであり、キラウエアが現在最も激しい火山活動をしている。マウナロアの戦士時代の噴火は溶岩流の下で見つかる炭の断片に放射性炭素年代測定を実行することによって広範囲に分析されている。この山の戦士時代の活動史はおそらくあらゆる火山の中で 最もよくわかっている。数々の研究が示すところでは、数百年にわたる山頂での火山活動が優勢な時期に次いで、数百年にわたって活動が割れ目体に移行し、再び山頂に戻るというサイクルが起こっていた。二つのサイクルが明瞭に認められ、それぞれ一五百から二千年間続いた。この周期的な振る舞いは、ハワイ諸島の火山の中でもマウナロアに、 特有のものである。データは、約7000前から6000年前まで、マウナロアがほとんど不活性だったことを示している。この活動停止の原因は分かっておらず、現在老年期にあるものを除けば、他のハワイ諸島の火山では、この活動停止は起こっていない。1万0年前から8000年前の期間、活動は今日より激しかった。しかし、 最近10年間で考えれば、マウナロア全体の成長が鈍化していることが示唆されており、それ愛と出現部がんだけ上火山の構築フェーズ末期に差し掛かろうとしていると考えられている。ハワイ先住民は何世紀にもわたって噴火を目撃してきたと思われるが、文字の記録に残っている噴火は1800年代前半からのものしかない。 最初の歴史時代の噴火は1843年に起こり、それ以来33回の噴火が文書に記録されている。これら33回の噴火は火山6を8 0 0トルにわたって溶岩流で覆った。通常は噴火は短期間だが激しく、数週間のうちに0.25から0 5トルの溶岩が噴出した。 1935年に特に大きな噴火があり、疲労を脅かすのに十分な規模の溶岩流が発生したため、特別に航空兵力が投入された。アメリカ陸軍航空隊の第23及び第72爆撃飛行隊の5機の爆撃機が溶岩流を疲労から逸らすために溶岩の前方に爆弾を投下した。1950年までは、 大体3から4年ごとに噴火が起こっていたが、それ以降は1975年と1984年に噴火が起こったのみで、休眠期が劇的に伸びている。2つの最近の噴火は最も広範囲に研究されている。1975年の噴火は2日しか続かず、山頂で起こった。1984年の噴火では、山頂から海抜2900メートルまで北西と、 南東に、割れ目加工が開いた。この噴火による、溶岩流は再び広に迫ったが、噴火が3週間後に終わった時に、郊外から約 4.0km の地点で止まった。この火山は1984年以来休止している。地震活動は2002年まで低いままだったが、2002年に突然に膨張が始まって、カルデラ壁は年間5センチメートルの速度で離れ始めている。 これは山頂の約 5.0km 下にあるマグマだまりにマグマが補充されつつあることを示すと考えられている。この膨張は間欠的で時々膨張速度が落ち、時には数週間停止することもある。しかし、これまでのところ膨張は常に再開しており、これは数年以内に噴火が起こる可能性が高いことを示している可能性もある。膨張は 地震活動の増大に伴って起こっている。群発する深い地震は2004年7月に始まり、この年の終わりまで続いた。地震は、最初の3週間は1日に1回の割合で、検知されていたが、その後次第にその数を増し、年末には1日に15回程度になった。群発地震は2004年12月に終わり、それ以来地震レベルは穏やかに上昇しているのみである。 キラウエアはマウナロアの南北に位置し、かつてはマウナロアの衛星加工だと考えられていた。しかし、二つの火山が作る溶岩が科学的に異なることは、浅い部分にそれぞれ別のマグマだまりを持つことを示す。ただし、両火山の活動パターンは相関しているとも解釈できる。二つの火山間のわかりやすい相関として、 一方の火山活動が活発な時期と他方の活動が穏やかな時期がそれぞれ重複するということである。例えば、1934年から1952年の間、キラウエアは休止し、マウナロアだけが活発であったが、1952年から1974年の間は、キラウエアが活発でマウナロアが休止していた。1984年のマウナロアの噴火は、 キラウエアが噴火している間に始まったが、キラウエアの噴火への影響は認識されなかった。しかし火山活動の間同士に相関があるように火山がもう一方の活動に影響するように見えることも時々ある。最近のマウナロア山頂の膨張は、キラウエアのプーオーカ港における新しい大規模な溶岩流が停止したのと同じ日に始まった。地質学者たちは、 マウナロア神部のマグマ供給系に注入されるマグマのパルスがキラウエア内部の圧力を増大させて噴火の引き金を引くのかもしれないと示している。ハワイ島における火山噴火が死者を出すことは滅多にない。20世紀に起こった火山活動が原因の死者は1924年にキラウエアで発生した一件のみである。この時、 通常見られない爆発的噴火が飛ばした岩石が見物人に当たり、数人が死亡した。マウナロアは特定16火山の一つである。これは頻発する噴火と居住地域への近さに鑑みて特別の調査に値すると認定されたことを意味する。この火山の近くにある多くの町と村が過去200年に噴出した溶岩の上に構築されていて将来の噴火が 居住地域に損害を与える可能性は非常に高い。マウナロアの主な火山活動による危険は溶岩流である。大抵の溶岩流は人が歩くペースぐらいで前進し、ほとんど人命に対する危機とはならない。しかしマウナロアの噴火はキラウエアより激しくなることもある。例えば、1984年の噴火では、キラウエアの現在の噴火が3年で廃した量と、 同程度の溶岩を3週間で排出した。こうした高い排出率の場合、溶岩流は比較的早く流れる。マウナロアの2つの噴火により村が破壊されたことがある。1926年、ホープロア・マカイ村、ホーアップ・ヤロア・マカイが溶岩流に飲み込まれた。1950年、マウナロアで観察史上最大量の噴出が発生し、 放出された溶岩流が海に突進した。1950年6月2日、宝家生丘村、宝家生カが前進する溶岩流によって破壊された。広地区はその一部が1880年の噴火からの溶岩の上に構築され、さらなる溶岩流の危険にさらされている。短期間ではあったものの激しい1984年の噴火では溶岩流が ヒロ地区に向かって流れたものの、噴火が止まった時点ではどの建物にも溶岩流は到達してなかった。マウナロアでは滅多に起きない大きな危険とは、火山山獄が突然崩落する可能性である。ハワイ諸島の山の側面の大きな部分が深い、断層によって徐々に滑り落ちることがある。最もよく知られている例は、ヒリナジ滑りである。ニノレヒルズにはもっと古代に起こった例がある。 時々、巨大地震は山陸の崩落の引き金となり、大規模な地滑りを作って津波を引き起こす。マウナロアサイロクにあるケアラケクアワンはこのようなイベントによって作られた。ハワイ列島に沿って多数の海底地滑りがあることが海中調査によって明らかになっており、2回の巨大津波が起こったことがわかっている。20万年前に、 モロカイ島は75メートルの津波を経験し、10万年前にラナイ島を高さ325メートルの巨大津波が襲った。地滑りに伴う最近の危険な例は1975年に起こった。この時、キーリナ地滑り、ハイリーナスランプが突然数メートル動いた。これによりマグニチュード7.2の地震が起こり、数メートルの高さの津波を起こした。 マウナロアは集中的に監視されている火山である。ハワイ火山観測所、ハボは1912年にハワイ諸島の火山を観測するために設立され、ハボはマウナロアと他の火山の噴火が差し迫る時期を予知するのを助ける多くの技術を発展させてきた。最も重要な景気の一つは地震計である。ハワイ島に設置された60個以上の地震計は1週間に 何百回も起きる、小地震の強さと位置を測定する。地震波噴火が実際に始まる、数年前に増加し始める。1975年と1984年の噴火はいずれも深さ1 3トル以下の地震活動の増加が1、2年前に先行した。別のタイプの地震活動が噴火の数時間前に起こる、いわゆるハーモニック微動は、 突然の衝動である、普通の地震活動と違って連続的な、明動であり、地下のマグマの素早い動きによって引き起こされると考えられている。火山微動は普通は、噴火が差し迫っていることを示すが、地表に達しない野菜マグマの干流によって起こることも、ある。地下で起こっていることを示す、もう一つの重要な指標は、山の形である。傾斜系は、 山の輪郭の非常に小さな変化を計測し、高感度装置は山の各ポイントの間の距離を測定する。マグマが山頂と割れ目体の下の浅いマグマだまりを満たすにつれて山は膨張する。カルデラを差し渡すラインの調査は1975年の噴火の前年に7 6ト、mm、ルの直径の増加を計測し、同様の増加は1984年の噴火の 前にもあった。マウナロアは全球大気監視計画や他の科学観測による大気モニタリングにとって重要な場所となっている。マウナロア太陽観測所マルソーは海抜3400メートルの北側の斜面に建設されており、太陽観測において優れた結果を残している。ノアマウナロア観測所マロアそのすぐそばにある。マロア 極地的な大気の影響を受けない高度に位置していることを利用して温室効果ガスに酸化炭素を含む全地球的な大気の観測を行っている。測定値は火山からの CO 放出量を調整される。大気中の二酸化炭素の割合の計測は1958年から行われており地球温暖化に関するデータが収集されている。2006年10月から マイクロ波背景副写非等方性観測アレイ、アミバが宇宙の起源を調査している。日本奥地気候でも知られているイギリスの女性旅行家、イザベラ・ワードも、イザベラ・ワードのハワイ気候で1873年にマウナ・ロア山へ登った記録を残していて、噴火警報が出ていない時には登山可能である。登山コースには3つあり、まず南東コースは、 ハワイ州道11号線のアイナポ、海抜2700フィートイコール818メートルから上るアイナポトレイル、エイナポトレイルで途中に一つシェルターがあるだけで、頂上の木壁大江をカルデラの南東園にある、マウナロアゴや、マウナロアキャビン13330イコール4039メートルへ達する。次に、東コースは、 ハワイ火山国立公園入り口の近く、4000フィートイコール1212メートルから出るマウナロア道路で、マウナロア展望台駐車場、6662フィートイコール2019メートルで駐車し、そこからマウナロアトレールで、マウナロアトレールオプーウラウラ、赤い丘小屋、1 3 5フィートイコール3040メートルを経て、頂上カルデラの東園へ着く。 日帰り登山ができるのは、北東コースで、ハワイ州道205線上のプーフルフル、6758フィート、イコール2048メートルから観測所トレイル、アブザーバトリートレイルで、マウナロア、気象観測所、11464フィート、イコール3474メートルまで車で、登り、その後は6マイル、9キロメートルの溶岩原状の、歩きで、 頂上カルデラの声援の最高点、13,677フィートイコール4,170メートル、えつく。冬季は、雪も積もることがあるのでほぼ登山不可能で、その他の季節も頂上は4,000メートルなので冬登山の装備で十分な食料、水の携帯が必要。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。